こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日もマイケル・シャラーの日米関係とは何だったのかの続きをご紹介していきたいと思います。第2章、朝鮮戦争と対日講和、1950年から52年です。サポート登録を募集してます。よろしければご登録ください。読み上げていきます。57ページ。アメリカ政府は1950年6月25日の北朝鮮の大韓民国攻撃は究極的には日本に向けられたものだと解釈した。ダレスが朝鮮戦争の最初の頃に語っていたように、朝鮮半島での共産主義者の攻勢はおそらく日本に対する支配を狙ったものである。というのは、朝鮮半島が征服されれば日本は公然たる戦いなしに倒れるであろうからだ。朝鮮戦争は対日講和条約の締結をそれほど重要でないどころかより重要なものにした。朝鮮半島における共産主義者の侵略の意図するところは日本での積極的建設的行動の阻止にあるという事実こそ、まさにそのような積極的建設的行動を取ることの重要性を示すものであった。ダレスはもし講和条約に向けての進展が朝鮮戦争への全力投球のために頓挫するならば、我々は朝鮮半島で得る以上のものを日本で失うことになるだろうと警告したということです。1950年6月25日に北朝鮮が大韓民国を攻撃してくるんですね。でこれが結局日本の講和条約を結んで独立させるっていう、国務省、アメリカの国務省が言っていた、政策を実現することになったと。国防総省は日本をずっと占領状態にしといた方がいいって言ってたんですね。なんですけども、これはまあ独立させないとまずいと、講和条約を結んでということになります。でなぜかというと、日本をその自由主義陣営のモデルルームにしないと、東アジア全体が共産主義化してしまうっていう恐れがあったということです。占領状態にしていくと、どんどんアメリカへの反発とか、共産主義に対するシンパシーっていうのが高まっていくんじゃねえかっていう危険性があったってことですね、日本国内で。ということです。だから占領状態からパートナーシップに変えてアメリカが日本と付き合っていくって方向性に、転換していったってことですよ。それはまあ一番反響ってことですね。でその反響っていう脅威がもう目の前に目前に迫ってきたのは、北朝鮮が大韓民国に攻め込んできたからですね。日本は自由主義陣営のモデルルームにしないと日本自体が共産主義国になっちゃうということですよ。で、朝鮮半島が、共産主義で統一されてしまうと、それは何のためかっていうと、日本での積極的建設的行動の阻止ですね。日本の自由主義化を粉砕するために朝鮮半島が共産主義国になっちゃうというふうに、アメリカ政府は考えたんですね。ということで、一挙に日本を中心として、軍事上はアメリカが日米安保で駐留米軍を置いて、経済上は日本を中心としてフィリピンやインドネシアから資源を輸入して、貿易圏を作ると。日本中心の、それは自由主義陣営に引き入れるってことですね。でこういう現実的な選択を、これ朝鮮戦争で迫られることになったと。で一気にそういう方向で、だから戦後体制、冷戦体制の中の日本の役割が朝鮮戦争で決まったってことですね。ちなみに、朝鮮戦争についてよく書かれてる本っていうか、私は日本文学の中で、金閣寺、三島由紀夫の金閣寺ですね。あれは朝鮮戦争を扱った作品だと思うんですよ。一番最後まで読んでもらえば、私も読書会で2回ぐらい扱ったかな。私も読んで気づいたんです。最後、朝鮮戦争が始まって終わるんですよ。始まる1週間前ぐらいに、始まってからか。
金閣寺燃やすんですね、あの溝口って男はね。ということです。で、なんで焼くのかっていうと、まあ、このまま日本が滅びてしまうんじゃないかっていうことですよね。朝鮮戦争が始まって、朝鮮半島が共産主義国になれば、まあ、日本も倒れちゃうと。で、日本の美しい文化、伝統っていうのは、まあ、なくなりますよ。共産主義国になっちゃうね、日本も。まあ、中国が伝統文化、文化革命とかってね、まあ、破壊してるわけですよ。伝統と切れたところに革命があるわけですから。で、日本で革命が起これば、そんな、まあ、封建主義的な、まあ、神社仏閣なんていうものはもう、そら、存在理由がなくなるっていうか、まあ、存在全部破壊されるってことはないでしょうけども、そういうものとどのように培ってきた、まあまあ、象徴天皇制もなくなるでしょう。そうすれば、その、まあ、三島由紀夫が言ってたね、美的観念としての、美的観念ってか、美的形式としての天皇っていうのがなくなっちゃいますよね。そうすると日本の美自体が失われると。だったら金閣寺と一緒に俺もオイラも燃えて死にたいっていう、そういう風になっちゃう。エロスとタナトス大爆発みたいな話になってしまうってことを、まあ、三島先生が書きたかったんじゃないかなと今になって思うと、あれ最後はね、朝鮮戦争が始まるって話が、あの、金閣寺を燃やさなければならないってことに重なってんですね。それがわかんないと、なんでこの人は金閣寺をそんな燃やしたいんだろうかってことがね、はっきり浮かび上がってこないですね。歴史的な背景が、朝鮮戦争って背景があって、金閣寺を燃やすと、金閣寺と一緒に燃えて死ぬんだっていう、行動が意味を持ってくると思います。まあ、それは私の考えですけど、まあ、私はそれをしっかり解説してる評論文なんか読んだことないから、私が勝手に思ったことですけども、そうなんじゃねえかな。そうやって読まないと日本文学って大体面白くないんで、ごちゃごちゃ記号論的な、ロランバルドのテキスト論だとか、そんなわけわかんねえ読み方してるのが80年代、90年代流行ってたんですけど、そんな読み方してると、そんな非政治的な読み方して、なんかすげえごまかしてたことに関して、すごい怒りを覚えるっていうか、まあ、冷戦体制の中で歴史的な経緯、アメリカとの歴史的な経緯を括弧に入れて、文学と戯れるっていうことが、まあそういうことやってた記号論っていうかテキストクリニックっていうのが、まあもう終わってると思いますけど、未だにそんなことやってる大学の先生とかいたらやべえと思うし、まあ、この30年の失われた日本っていうのは、まあ冷戦体制の中で、あれですよ、政治的なバイアスの中で、生きてきたっていう、それを暴くことがタブーだったっていうかね、まあ聞くのタブー以上にそういうものがあったんじゃねえのかと私は思うんですが、話がすげえずれちゃったんですけど、続き読んでいきます。トルーマン大統領が台湾防衛のために第7艦隊を派遣し、第7艦隊っていうのはハワイに基地があるんですよ。で、横須賀にその機関の、なんだ、機関の軍艦があるわけですね。ブルーリッチってやつか。揚陸指揮官、ブルーリッチってのは横須賀にあるんですね。横須賀、小泉進次郎さんの地元ですけども。なんで横須賀、小泉進次郎さんがあんなにもう次期総理大臣みたいな感じなのかっていうと、第7艦隊の揚陸指揮官が常駐してるような選挙区にいると。冷戦体制の中のどっぷり使った政治家の世襲議員だからですね、おそらくね。で、第7艦隊を、トルーマンは台湾防衛のために派遣して、インドシナに対する援助を増大させ、アメリカ軍を朝鮮半島に投入したとき、日本は重要な経済的刺激を受け、アメリカのアジア防衛戦略の中心的位置を占めることになったということですね。だから、アメリカのアジア防衛戦略の中心は、まあ日本ですよ。日本を中心にできてると。で、フィリピンやインドシナと貿易圏を作って、まあある韓国、台湾か、
今では韓国台湾の方が重要ですけど、で自由主義陣営を守るってことを役割を実現させるために日本独立させなきゃいけなかったんですね。独立させるというのはまあよく言うモデルルームを立てるってことですね。自由民主主義、自由主義と市場経済で繁栄する国としてアジアのお手本にならなきゃいけないと。それはチャルマーズ・ジョンソンという日本の研究がモデルルームだって、そして歴史は始まったとかそんなような本で書いてましたけど、ということだったということですね。で、続きです。国防領省の役人たちは、朝鮮戦争によってアメリカ軍の役割が日本国内及びその周辺において一層拡大されていくことを認めた。マッカーサーの6月23日の日本における無制限の基地使用権の定義は、安全保障計画の拠り所となった。ダレスの言うように、ダレスってアメリカ国務長官ですね。日本の中でアメリカが望ましいと思う場所に軍隊を置くことができる広範な権限を、日本人の感情をできるだけ傷つけない形でアメリカに与える取り決めを軍部に何とか承認させることが必要であった。そうですね。だから日本国内で好きなところに基地を置く、軍隊を駐留できるようにする条約ですね。まあこれが日米安保ですけども、それを日本人の感情を害さないように、ナショナリズムを煽らないように、まあそういう権限をアメリカに与える取り決めを、まあ同時にやんなきゃいけないです。講和条約と日米安保を一緒に、成立させるってことですね。これが、ダレスがやんなきゃいけない仕事だったってことですね。で、続きです。ダレスは国防長官ルイス・ジョンソンに、アメリカは日本に我々が望むだけの軍隊を望むだけの場所に望むだけの期間維持する権利を持つべきである、と言明した。ジョンソンと統合参謀本部は、これは一緒になって行動する基礎を提供してくれた、と機嫌よく述べた。まあこれで、あれですね、国務省と国防総省が対立してたんですけど、日本について。まあだから無制限に、どこにでも、いくらでも、基地を使える、権利を、まあ、日本に認めさせると。で、これで、妥協したってことですね。国防総省と国務省がね。で、9月7日にアチソンとジョンソンは、朝鮮半島の事態が有利に解決すれば、国務省方式により日本との条約締結を行うことで意見が一致した。同時に締結される相互安全保障条約によってアメリカ軍に事実上無制限に日本に駐留する権利が与えられることになる。アメリカは日本を防衛したり軍隊を駐留させたりする義務はないが、日本が要求すれば反乱や社会的混乱を鎮圧するために干渉することができる。まあ、その後の改定された日米安保とこの最初の安保条約がどう違うのかちょっと私は不勉強で知らないんで、この本読みながら学ぶしかないんですけども、岸信介が改定したのは、これ、まあ、一方的だったのを総務的にしたってことですね。アメリカも日本を守らなきゃいけないんじゃねえかって話になって、これは一方的にアメリカが日本を、防衛したり、日本を防衛したり、軍隊を駐留させたりする義務がなかったんですけども、まあ、相互の条約にしなきゃいけないってことを、だったんですね、その後はね。ちょっと私は不勉強で分かんないんで。まあ、この時は、まあ、あれですよ。反乱や社会的混乱を鎮圧するためにアメリカ軍に干渉する権利を、まあ、求められればね、アメリカ軍が民衆暴動、まあ、革命を阻止してくれるってことですね。まあ、この当時は日本で共産主義革命が起こることが、共産主義政権になっちゃうことが一番怖かったわけですよ、日本としてはね。だから、もし民衆が革命、運動し始めたら、アメリカ軍に要請して、ということですよ。なぜそんな方でやるのかって、北朝鮮が朝鮮半島を統一したら、もう次日本なわけですね。ドミノ理論ですから、共産主義化するのはね、圧力がかかってくるわけですよ。どうせら、日本国内で、革命運動起こりますよ。だって、資金も、やってくる、ソ連からね、資金援助とかたくさん来るんでしょうから。でそうなった時にアメリカ軍が民衆暴動を、社会的混乱を鎮圧するために軍隊を出すことをできるように、まあそういう日米安保にしようとしたってことですね。で、翌日国家安全保障会議によって NSC
60/1として承認されたこの覚書は、日本の自衛権を支持していた。7月8日にマッカーサーは吉田に7万5000人の警察、国家警察予備隊の創設を命じていて、すでに再軍備に向けての第一歩が踏み出されていたということです。一応、日本に自衛権があると、平和主義憲法だけど自衛権はあるってことを、アメリカと日本の国家安全保障会議によって、アメリカが承認したってことですね。まあ、今もね、自衛権はあるって。だから、その、憲法に自衛権があるって書きたいと、自衛隊軍隊だって書きたいっていう話ですね。国防軍にしたいってことですね。で、今までは非武装だったんですけども、7万5000人の警察予備隊っていうのを作って、これがその後の自衛隊になるわけですね。で、まあ、今日はここまでしますけど、長くなっちゃうんで、細かいですし、話はね。私は、まあ、国内の議論で、まあ、自衛隊を軍隊にするって問題じゃないんですよ。私はいつも思うんですけども、日本の今の政治体制ってのは、北朝鮮と韓国がまだ、韓国っては国連軍ですけどね、朝鮮戦争が停戦状態でしかないわけですよ。まだ、平和条約結んでないわけですね。で、トランプ大統領の時、それが一気に進むかと思って、まあ、お互いにほら、ベトナムで会談したりしましたよね、トランプとキム・ジョンウンがね。で、38度線で、トランプ、まあ、ムン・ジェインとキム・ジョンウンが会談したり、一気に雪解けっていうか、まあ、平和条約、講和条約結ぶとこまで行くのかなと思いきや、結局トランプ政権も倒れちゃいまして、まあ、ムン・ジェインもあと1年ですから、これでまあ保守党政権に変われば、まあ元の目阿弥です。もう交渉できなくなってるわけですね、今ね。また交渉できなくなれば北朝鮮もミサイル日本海側に撃ってくるわけですよ。そうすると今日まあ2021年の9月8日ですけども、また4年前をね、思い出してほしいんですけども、2017年の自民党がまあ圧勝した選挙ですよね。なぜ圧勝したかっていうと、北朝鮮が9月末ぐらいにミサイル撃ってきたんですね。あれがやっぱりその保守、まあ、安倍政権が衆院選に勝つ一番の、原因というかね、になったと、私はその頃思いましたよ。まあ、その頃の音声で、そこさ、話して、もう、その時私はもうがっかりしたと、デモクラシーじゃないんだと。今までに冷戦体制を引きずって衆院選を行ってて、ミサイルが飛んでくりゃみんなの意識が保守党に欺くっていう、まあ、投票率は低くてもですよ。まあ、そういうのが一応日本のベースにあんだと、政治状況の。ということですよ。で、日本の政治状況って、日本国内で話し合ってね、まあ、私、雑談してたら市民連合とか応援する気ありますかっていう、書き込みいただいて、ないですよ、そんな。市民連合どころじゃなくて、日本の市民連合がやるべきは何だって言ったら、北朝鮮と韓国が早く統一し、まあ、少なくとも平和条約でも結んでくれって話を進めた方がいいですよ。日本の左派っていうのはもう、北朝鮮とか韓国とか、ああいうところの政治状況がペンディングしてるところにある、なんかよくわかんねえもんだってことですね。日本の左翼がやるべきは、早く北朝鮮と韓国が講和条約だか平和条約だか結んでくれることじゃないですか。じゃないと、あそこ38度線で停戦してるから自衛隊が作られたわけですよ。朝鮮戦争が起こったから自衛隊が作られたわけであって、朝鮮戦争が終わればです。まだ終わってないから自衛隊があるわけですよ。終われば自衛隊なんか解散すればいいわけで、解散したら日本の軍隊もう一回徴兵制でも何でも何のために独立して自分たちの国守るっていう、どこから何を守るのかってことをしっかり話し合ってですよ。ロシアやら中国やらから北朝鮮やん、まあ統一した朝鮮半島の国家からね、それが左派政権なんだかな、どういう政権なんだかわかんないですけども、まあ、北朝鮮中心に統一するのが、韓国中心に統一するのが、いずれね、それが敵国なのか、そういうことを全部決めてから軍隊を作ればいいわけですよ。だけど今の自衛隊をそのまま軍隊に変えても、もともと朝鮮戦争のために作られてるわけですよ。もう仮想敵国がまあ北朝鮮であるわけですよ。朝鮮半島に共産主義国ができたら自衛隊がもうそれは戦うってことなんでしょう、それは。そういうために作られてんだから、二国間がいつまでも
分割されたまま朝鮮半島がね、二つに分割されたままである以上はずっと自衛隊残るでしょ。で、それはいつまで続く、あの冷戦体制がいつまで続くんだと。もうソ連も崩壊して中国も市場経済導入してね、やってんのに、冷戦体制がまだこの極東に残ってて、そこの中で自衛隊があるってことを考えないと、日本の中で自衛隊は自衛権、国家に自衛権があるだとか、そんな話したって何の意味もないわけですよ。なんか国内だけの話だって、コップの中の嵐っていうか、になっちゃうと。仮にですよ。あれに北朝鮮と韓国っていうか、まあ国連軍ですね。アメリカを中心とした国連軍と北朝鮮が戦ってたわけですから、朝鮮戦争って。まあ、中国は義勇兵が勝手に入ってきて、60万人ぐらい入ってきて、押し戻したわけですね、平壌まで。国連軍が攻めてったのね。で、それがもう、停戦されてもう70年経とうとしてるわけですね。で、この70年の停戦が、どう終わるんだと、最終的に。どこに落としどころがあるんだと。北朝鮮はなんで核兵器を持とうとしてるのかっていうと、核兵器を手放せば、まあこれで攻め込まれて終わっちゃうからですね。国家としてね。だけど、完全に核を取り上げる力もないわけですよ。自由主義陣営というか、今のアメリカになんかね。だからもうずっと核兵器握りしめたまま、北朝鮮の人民は飢えてるし、コロナ対策も何もないくて、まあ貧しいままです。飢えにさらされてるのかもしれないですけど、ああいう状態に残っちゃってるわけですね。で、これの落としどころがね、ないわけですよ、全然。ないっていうか、最終的にアフガニスタンと一緒ですよ。アメリカがもう、そのアフガニスタンで政権続けられるだけの国力がないから引き上げてったら、タリバンが政権作っちゃったみたいに、いつまでもアメリカが、その、東アジアに駐留米軍を置いて、自由主義陣営を守りきれんのかって問題が現実であるわけですね。で、日本は、同盟があって、日本の今の政権だってその反共産主義で作られてるわけですから、それは今、まあその反共ナショナリズムでなんとか世論を作ってですよ。北朝鮮と国連軍の戦争状態を停戦状態したまま、ずる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 ずっと、この先も歴史を維持していこうとしてるんでしょうけども、人間が歴史を維持しようと思っても歴史の方が人間を飲み込んでいくんですから、どういう形で終わるのかわかんないんですよね。それはもしかしたら北朝鮮中心に韓国が朝鮮半島が統一されちゃうケースもあるかもしれないですよね。そうなったら日本なんかどうすんだって話ですよ。いつまでもモデルルームに、ね、築70年のモデルルームに立てこもって引きこもって生きてられるのかって話になるわけじゃないですか。自分たち新築しなきゃいけないと。家のセコムにとしての自衛隊もね、契約解除して自分たちでね、日本刀でも持つなりなんなりしてね、武装しなきゃいけないって話になってくるわけですよね。本当に朝鮮半島とこと構えるだけの気合を持ってね、自由主義とか市場経済を守るっていう話になるのか、まあそんな韓国が簡単に倒れるわけはないんですけど、家庭としてはですよ、そういう話になっちゃう。まあ、みんなが望んでることは、今の通り、朝鮮半島が分断されてて、この、たまに北朝鮮からミサイルが飛んでくるごとに自民党が選挙で勝つっていう、この状態はただただずる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 続けたいってことだけなんですね、これね。惰性で。だけど惰性で続けられるほど、その歴史っていうのは人間が泳いでるわけじゃないですよ。人間の方が溺れさせられることがあるわけですから、歴史の進展で一気に状況が変わっちゃうことがあって、その状況がいつ変わるのかが、それは歴史学者が考えなきゃいけないところなんですけど、まあ政治家とかね。まあそういうプランもないわけですよ。今の自民党にないわけですよ。この状態が続いてほしいと、拉致被害者なんて、拉致問題なんて解決したくないですよ。ずっと対立状態してね。動いてくれた方がいいわけですよ。だってもう全部一から新築したくないんだよ。モデルルームを解体して新築するだけの力もないんですから、もうね。だからもう惰性でただただ、シャッター通りのね、2階で寝てる、まあ、30年前までお店開いてたね、なんか、地方の商店みたいな感じで、
まあ、年金もらって暮らしてるみたいなね。たまになんか、営業実態もないけど、コロナの休業保障とかね、補助金とか入ってきちゃうみたいな感じで、まあ、生きてるみたいな感じに、あれいつまでもなっちゃうわけですよ。なんでシャッター通りがああなのかっていうのはもう、朝鮮戦争が終わらないからなんですよ。で、惰性で死ぬまでこれで、補助金とか助成金が入ってきてくれればいいなと。年金もあんまり払ってなかったけど、今の世代が、ね、若者が頑張って払ってくれれば、一人で8人お年寄り支えるみたいなね、ことであってくれればいいなと思って、その割にちゃっかり自分の個人資産だけ握りしめてるような、おじいさんおばあさん、団塊世代より上の人たちか、まあ団塊世代までそうだろうけど、その状態がいつまでもまあ、続けばいいなっていう、もうこうであってほしいっていうね、なんか、現実と乖離した願望で日本ができてるってことを考えなきゃいけないですね。とっくに足元からもう崩れ去ってんですけども、まだその幻想のうちにしがみついてて、ずっと今の状態、冷戦状態が、最後の冷戦状態がいつまでも続いてほしいなっていうところで、今の国内政治が動いてるということを、しっかり認識した方がいいと。で、これからどうなるかは予測はできないです。全くもってね。だけども、ただ、冷戦の構造に、実態としてもあるのかないのか怪しいものの中にまだしがみついて、政治が行われてて、何の実感もないまま、ふわふわしたまま、安倍政権8年なんてもうまさにそんなもんですよ。実態のない反共ナショナリズムの中で、気持ちだけは空回りして生きてて、生活としては幸せなのだろうかっていう、なんか足元ふわふわした感じで、で、コロナ禍に巻き込まれてて、ますます自分たちの、なんかその実存っていうのはよくわかんねえっていうか、歴史意識も麻痺させられてるっていうか、まあ、夢の中ですよ。寝たきり状態ですよ。寝たきり状態で意識不明で30年みたいになっちゃってるんですけども、俺がどうやって終わるのかね。ある日覚醒して歩き出すのかっていう問題がありますけども。まあこれはまあ歴史が決めることですから、わからないと思うんですけども。まあ、そういうことを私は思いますよ。ということでした。なんか最後はただ打足になってしまったんですけども。別に私はその今の日本の保守派が嫌いだとかね、共産主義が土地狂ってるとか、まあそれ思いますけど、どっちも嫌ですけども。いつかドラスティックに変わるっていうことを夢から覚めてね、そのまま死ぬのか、覚醒して歩き出すのか、まあ迫られる時はあると思いますよ。それがまあ何年後になるかわかんないけどね。今まだわかんないですけどね、その状態はね。徹底的にその、まあアメリカ次第でしょ。アメリカの国力が、やっぱ衰退してって、アフガンから撤退せざるを得ないみたいな感じになれば、空港にみんな寄せて飛行機にね、素手で捕まって空から落ちてくるみたいな、ああいう形で物事が進んでっちゃう、急激に進んでってしまうってことも、まあ可能性としてはないとは言えない。ちょっと可能性っていうか、まあ今でき、我々が生きてるのは冷戦時代に作られた形式で生きてるってことですね。その形式自体の可能性が全部満ちた時には、形式自体破壊されちゃうっていうか、そういうこと、新しいゲームが始まるっていうかね、今までやってたゲームのルール全部変えて新しいゲームにしなきゃ、終わらせなきゃいけないってことですよ。いつまでも八百長みたいなね、なんか、麻雀みたいなことやってても終わらない。もうその半チャンは終えて、新しい卓を立てなきゃいけないと、いうことなんじゃないですかね。ということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。